はい、皆さんおはようございます。さあ今回はですね、前回動画で作りましたレジンルアー、あれをですねちょっと、スリムにしまして、両側をちょっと削ってですね新しく作りました。でこれですね、これでございます。結構クリアな感じですね。これはグリーンなんですが、アシストフックもつけました。前にアシストで、後ろにダブルフックで、この新しいやつね、これグリーンで、もう一色がピンクです。これを使ってですね釣りをやっていきたいと思いますね。この時期何が釣れるのか、レジンルアーでございます。皆さんおはようございます。今日はですね、以前作りましたレジンルアーを、まあテストですね。まあ言っても3月、まだまだ魚がいないん で、これでちょっとね試してみたい。でもアシストつけるとちゃんと動くんかなって、そういうのを邪魔してね、そんなことも考えられるんですか。あれやな、いいか。なんかおかしいね。うわ、動いてますわ。よいしょ。スピードが回らん。なんで？メカニカルがすごい閉まった。なんかローソンにおるやん。なんかおるやん。なんかおる。なんかおるよね、表層に。ボラか。ボラ？音が。なんかおるんやけど、
でかっ。サバネコナイス。レジンルはサバ。アシストで食ってますね。レジンルはサバ。でかい。ちょっと待って。待て。ウェイト。ウェイト。で、サバ。イラチ。凶そうやな。凶そうやった。いい動きやね、やっぱりね。動きの勝利だな、これ。ボウリングで正解。この時期でね、28センチのサバということはですね、これはもうルアーとしても間違ってないということですよね。まあ、ね、やっぱりなんぼマグロにしても間違ってると釣れないですから、それは。例えばサバとはいえね、やっぱりレジンルアー間違ってないな。ちょっとですね、雨がまあまあ降ってきたんで、もうね、言うてる間に今日はテストのつもりで来たんですが、釣れたとはいえそろそろ帰りたいかなと思いますね。とはいえキャストが止まらないというのも、まあ仕方ない。釣れちゃいましたから。3月にサバが。止まらない。キャストが止まらない。誰か止めて。キャスティング止めて、キャスティング雨が雨が激しくなる。さあ、ちょっとですね、雨の方がだいぶ降ってきましたので、ここらで撤収ということですね。今日はテストのつもりで来たんですが、釣果は差は28センチが1匹と、ラスト、これラストキャストです。釣れたのはですね、レジンルアーオリジナルです。でカラーは、ピンクですね。ピンク強いですね。今後はちょっとカラーを増やします。ということですね、釣れたのはこのピンク、ここですね。こちらで今日はサバが1匹。それではまたですね、次回の釣りで。さようなら。